プレキン新聞の敏腕記者2人が呉の各地にある風景、特産品など魅力満点のいろいろなお宝をスクープ。みんなに届け、こちらプレキン新聞。この番組は呉市の提供でお送りします。田口記者がいるのは大和ミュージアム。子供記者と一緒に取材中だ。大和ミュージアムの夏のおすすめは何かありますか？そうですね、大和ミュージアムでは戦艦や呉の歴史について知ることができるんですが、実はあれも充実しているんです。あれって何ですか？ズバリ科学に関連するイベントや体験コーナーです。大和ミュージアムでは科学イベントや体験コーナーが充実しています。定期的にサイエンスショーなどを行ったりして楽しく学ぶことができるんです。実際に科学イベントを見せてもらいました。ボールはですね、こういうふうに弾むんですけど、これを液体窒素で冷やします。おー、うん、はい、じゃあ出してみましょう。うわー、割れたよ。次に夏の風物詩入道雲を作ってみたいと思います。お湯を1リットル入れます。蓋をしておくと水蒸気がたくさん溜まります。ではここに、じゃあ液体窒素を一気に入れて入道雲を作ってみたいと思います。うわ体験コーナーではこんな体験も。田口記者、見てください、モニターに動かしている様子が見えますよ。本当だね。全然入れないんだよ。他に大和ミュージアム4階テラスからは戦艦を建造したドッグアートなど呉らしい風景を見ることができます。運が良ければ航行中の潜水艦などを見ることができますよ。ズバリ大和ミュージアムの魅力は何ですか？実際にみんなに見て触って体験してもらえるところだと思います。ぜひ夏休み期間中にたくさんの人に体験してもらいたいと思います。新たな発見もたくさんありましたね。早速みんなに伝えましょう。はい。戦艦の歴史を知ることのできる大和ミュージアム。歴史だけでなく体験を通して科学の面白さを知ることができる場所でした。プレキン新聞キッズコーナーから、大和ミュージアムで毎週土日に行っている簡単で楽しくためになる科学イベント、夏休み中も休まず開催します。ぜひ参加して夏休みの宿題に役立てちゃいましょう。